僕が聞いた一番怖い話です。いいか俵、俺はお前が憎くてひっぱたいているんじゃないんだ。お前が何度言っても忘れ物をし続けるから仕方なく叩いてるんだ。わかるか？よし、わかったならいつも通りこいつに書け。ある小学校に田原くんといういつも忘れ物ばかりする男の子がいたそうです。教科書、笛、ノート、いつも必ず何かを忘れるので毎日先生に怒られていました。これに書き続けていれば忘れ物も減るだろう。もう忘れ物するんじゃないぞ。なあ田原、きっちりしていればいじめもなくなるんだから、明日から頑張れ。わかったな。しかしその後も忘れ物が減ることはありませんでした。そして数日後のことです。バラバラになってしまった田原くんの死体はなぜか頭だけが見つからなかったそうです。何も自殺しなくたっていいのに、本当にバカなやつだ。本当は田原くんは忘れ物なんてしていませんでした。うさばらしをしたかった先生が殴るために抜き取っていたのです。忘れ物帳の最後に書かれていたもの、それは僕の頭、先生の命でした。つまり童話や民謡には常に違った側面があり、シンプルな言葉の中に恐ろしい言い伝えが隠されていることがあります。特に中世の日本では堕胎をした女性の恨みを表現した歌が数多く作られています。ヤシカ遅いよ。ごめん、どこしまったか分かんなくなっちゃって、うん、言ってもさ、何使うのこの。この前おばあちゃんが亡くなって、うん、遺品の中にこのテープがあったの。おばあちゃんが歌った歌が入ってるんだって、うん、でも今時カセットデッキなんて持ってないじゃん。まさかここで聞くの。問題ないっしょ。行くよ、うん、ごめんごめん。何やってんのバカ。ごめん。綺麗な歌声。何の歌これ。民謡とか子守歌みたい。
私結構こういう歌好きだな。マジでビビったよね。あんなことってあるのかな。原因もわからないみたいだし、怖いよね。よし、できた。歌 MP3 に変換できたよ。掲示板にアップしといたから。掲示板？これなら誰でも落とせるし、誰かこの歌を知ってる人がいたらレスつけてくれるかもしれないじゃん。一石二鳥じゃん。なるほど。これよしこじゃない？すごい。掲示板に載せて正解だったね。うん。カエルや行く子墓、なくそ行く根の鬼子の子、待ったのに帰る行ってしまう子供、泣いても行っちゃうあの子は鬼の子、ね、こんな感じかな。古語だけじゃないね。どっかの方言も入ってる感じ。なんか不吉な歌詞だよね。うん。そっちはダメ。完全に遊び出しちゃった。着メロいいな。もらっちゃう。ダウンロード完了。すごっ。誰から？知らない番号。もしもし。電話でもお話しましたが、村田芳子さんが変死体で発見されました。しかも遺体は極めて異常な状態でした。何か思い当たることありませんか？どんな些細なことでも構わないのですが。せいかな。バカなこと言わないで。だってそうとしか考えられないじゃん。あんな異常な死に方なんだよ。それが続いたんだよ、歌のあった場所で。そんなことありえない。私が
私がよしこ殺しちゃったのかな。なんでそうなるの？そういう考え方はやめて。秀夫だって本当はそう思ってるんじゃないの？思ってないよ。私も香織も生きてるでしょ。掲示板見た人たちだって。そうだ、掲示板なんか新しいリスついてるかも。香織、これ。北陸？そうか、新谷先生なら何かわかるかも。そうだよ、民族学の先生なんだし、なんでもっと早く気づかなかったんだろう。私今から大学行ってみる。わかった。私もこの歌のこともう少し詳しく調べてみる。どうですか？何か分かりますか？僕の講義はろくに聞かないのに、こういう時だけ頼られたってね。すいません。存在は知ってた。でも聞くのは初めてだ。これはね、望まれない子を偲ぶ歌だ。忌み子を殺す時の子守歌。この歌を聴かせて寝かしつけて、こうやって殺していたそうだ。だから首がねじれて。どうやら殺された子供の怨念がこの歌に取り付いてるらしい。そしてこの歌を聴いて眠ると死ぬ。殺された子供と同じようにね。鏡通り外に落ちる鏡通り、ガラスが眠り入れ。
今日はこの歌を聴いてもらいます。